はい、皆さんこんにちは。ゆるすもてあしチャンネル委員長の林でございます。本日は276回目のテーマはこちら、委員長人体実験シリーズ、電磁パルスをやりすぎたら放送禁止事態でございます。何が起きたんだろうね。あのね、実は皆さんもうね、電磁パルスって僕らのところはね、磁気パルスって呼んでるんだけども、電磁気のパルスです。この間放送しました電磁パルスをぶった切るっていうのでね、大体説明はしてるんですけども、その中で私たちの使ってるマシンっていうのは、パーツによったり年代によったり目的によったり変えたりするプログラマがあるんですけど、それもね、ユリスので変えていただいたりとかして、いろいろその工夫をしてございます。それを実際にどういう風に使っていったら本当に変わるのかっていうのを、体組成計っていうのでね、実際その組成計の数字が正しいか正しくないかはちょっとここで言うのやめとくけども、でも同じもので測っていけば大体の傾向は分かるだろうっていうことで、そういうことで一応使っております。その結果2ヶ月ぐらいやっていった後、どんな効果が生まれたかとかっていうのをこれからここでどんどん配信していこうと思ってるんです。皆さんそういう客観的データっていうのは意外とね、見てなくて、メーカーさんが発表したりエステさんが発表したり、美味しいデータしか発表してないと思うんだけど、うちはね、美味しくないデータも発表するつもりでございます。そういうことで、どういう頻度でどんな強度でどんな風にやっていくとどうなっちゃったかっていうことをね、分かるようにしていきたいと思うんだけど、まずその最初の段階で、実は去年ね、2022年の年末、ようやく待望のね、電磁パルスのマシン、うちで言うと磁気パルスマシン、マグトレと呼んでいるんですけども、このマグトレの機械が入ってきました。私は実際メーカーさんと勉強会をさせていただきまして、いろいろとその仕組みとか今回の新しいいろんな内容について調整と打ち合わせを続けてまいりましたけれども、そこでメーカーさんがこう言ったわけです。林先生、お願いですから、このマシンはかなり強力なので、同じ箇所は3日に1遍だけにしてくださいね。絶対毎日やったらダメですよって言ったんですよ。でもね、皆さんどう思います？僕に毎日絶対やっちゃダメですよって言われたらね、えあえて言いますけど、いや大阪生まれのわしにとっちゃね、あんたがね、絶対やったら飽きませんよって言われたら、これ大阪弁に訳すと絶対やってくださいねってことなんだよねって思っちゃったのね。あ、わかりました、じゃあちゃんと毎日やっときますって言っちゃったのよ。それで、いやダメです絶対ダメですよって言ったんだけど、その後うるさいって返してね、ほんで正月から5日間毎日ジャってやってたわけですよ。そしたらね、4日連続でやって4日目ぐらい、あのね、本当にもう僕50過ぎてますんでね、あの関西弁でした、50過ぎてますんで、お手洗い行った時にキレが悪くなるわけなんです。これお食事中だったらごめんね、キレが悪くなっちゃう。そのキレが悪くなってるっていうのが4日目でしたったの、ピタッ完璧、言うならスッキリ、そんな感じになっちゃった。ほんでね、あんま下ネタを喋ったら怒られちゃう場合だけど、本当に冗談抜きで20歳ぐらい若くなった気がしました。いろんな想像できるよね、大人だもんね。20歳ぐらい若くなったと思ってください。僕は正直それやった時にね、自分個人としてはね、あ、男の人、本当はフェムケアとか、そういう人間のね、生理学上、フェムケアで鍛えられる、チツトレって言われてますけど、鍛えられるんであれば、それは男の方も鍛えられて当たり前なわけですけれども、そういうところは細かいなっていうところがあったんですが、それが実際にやってみたら、本当にそれが私が4日で感じられた話です。あ、これだったら、ユリシスは4日連続でやって、あなたならもわかるっていうふうにして、これはビジネスになるなってちょっとこう薄々思ってたんですよね。5日目うちの社員が出社してきまして、みんなでお掃除をね、年末もやるんですけど年始のお掃除ってやりまして、皆さんでやってた時に普通に僕がトイレ行ったわけですよ。そしたら、この後ろのカーテンわかる？この後ろのカーテンより黒いかもしんないおしっこが出てきた。ほんでね、一応健康のために僕はおしっこの色をチェックするんですけれども、あ、便器ってちなみにみんな黒い便器とかいろんな色の便器最近出てるけど、中身白い理由ってそれなのよ。自分のその健康状態チェックできるようにするために、中は白くっていうようなことをメーカーがやってるみたいなんだけど、それで僕はパッと見てて、本当にびっくりしちゃって、なんだこれって、もうね、病院行きたくてもね、病院やってないし、どうしようかなと本当にあたふたしたぐらい、すっごいこんな色のおしっこ出ちゃう。
これでいやーメーカーさんが絶対やるなっていうのは本当だったねっていうことでね。それからね、皆さんにはお客様にはいよいよ1月6日からスタートしたんだけど、ごめん僕ね血尿になっちゃってこんな色のおしっこ出ちゃったから、お願いだから毎日来ても違う場所でこう変えていって3日に一遍ぐらいしか同じとこできないからねって言うと、いつもはねいやいや先生私どうしてもとかこういう人たちなんだけど、ある人たちはねちょっとねやっぱりこうどうしてもやりたいって気持ちが強いから、だけどさすがに僕がその話したら分かりましたね、本当にみんなマジで聞いてドン引きしてました。それぐらいねやばい実体実験久々やっちゃったね。本当僕的には事情は分かっていて、自分が一番ね本当にお腹にあった時にドン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 ってこう動く、バババババババって動くもんだから、その時に本来は EMS とかだと表面1センチしか効かないから腹直筋とか腹斜筋がダダダダダダって動いてパンプアップするだけなんだけど、実際このマグトレを使うと深さ8センチぐらいまで筋肉に働きかけちゃうんでね、そのせいでこう内臓がすごい動かされちゃう、ダダーッとこう腸も何もかもだからね、ガスが10倍ぐらい出た、本当に10倍ぐらいブー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 も鳴らしちゃって、これで便秘も治って1日1回トイレ行くか2日に行くか3日に行くかぐらいしか行かなかった人が1日4回ぐらい便が出ちゃうぐらいになってね、それもちろんこれをかけたから便秘が治るって言い方はダメね、本当はもしかしたら逆ですごい便秘になる人もいるかもしれないから気をつけてほしいんだけど、それぐらい腸が僕の場合は動いて、もう腸内炎になるのかなこれと思うぐらい状態を見てるのね。その後血尿出たでしょ、ってことはね腎臓がすごい揺すられてたの、揺すられてて血が出ちゃったのね。僕はなんで血が出るかというと、ここにね中に僕はエコーで超音波で調べるとサンゴみたいにいっぱいこうまだ石とか状態があんま良くなくて、この番組見てる人は分かってると思うんだけど、重大な腎臓病を発しまして死にかけた人間で、体重4年で40キロ増えた人間なのでそういう意味では当たり前なんだけど、それがこんな揺すられてるもんだから、そこからポロ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 石のように落っこってきて、で尿路結石になりましてね、その尿路結石やった人は分かんないけど、そこの尿路にダーッとこう傷がついて血がブワーッと出てきて、こんな色のおしっこが出てきたっていうことなんですよね。ということは5日目で血が出てきたけど、実際は尿管傷つけたりとかしてるのは多分3日目か4日目ぐらいから傷つけてるから、やっぱりメーカーが言うとおり毎日はダメですよ、3日にいっぺんにしてくださいよって言って調子こいて毎日やっちゃったせいでこんなことになっちゃったわけでございます。ということで僕の話聞いて、おわしもちょっとやってみようかなとかと思うおっちゃんおったら、すみませんけど3日にいっぺん来てください。それから女の子でも私もヘムトレ頑張ろうとかって言ってたりとかした場合は3日にいっぺんでございます。ですので3日にいっぺんとは言わずに2日にいっぺん来てもらって、それでフェムトレの方と例えば両手両足のトレーニングと、そしてまたフェムトレやってもらってとかって感じで交互にねやってもらったらいいんじゃないかなと。結果的には同じパーツは3日にペンみたいな風にしていただくと多分うまく回ると思います。ここまで今日はこういったバカな実験をしてしまったために本当に偉い目にあったというお話でした。皆さんまたこれからもね本当に真面目な結果を報告していきますので、よかったら参考にしてください。それではさよなら。